ナンバーアンダーラインアイ、今度はイブ・サンローランの香水を即感。平野章の甘すぎる紹介文句で争奪戦が激化か。11月20日、ファッション誌、ボーグジャパンの公式サイトが更新。元キングプリンスの平野章、26、神宮寺裕太、26、ガン・ユータ、28の3人が結成した2愛が、イブ・サンローランの香水、フレグランス、リブレ、リブレ。 とタイアップすることが発表された。BOG JAPAN では、20日午前5時にナンバーアンダーライン愛がそれぞれ黒の衣装で凛々しい表情を浮かべた PR 動画や写真や、メンバーそれぞれがリブレにちなんだ内容のインタビューに応えるウェブコンテンツが公開されている。リブレは以前からイブ・サンローランで販売されていた人気商品。何にも縛られず前へ進み、特別なオーラをまとうための香り。 というリブレのコンセプトはキンプリから独立して新たな道に進もうとしているナンバーアンダーライン愛と非常にマッチしていますよね女性誌ライター平野は防具の自由について今後の挑戦についてお聞かれ自分で選ぶやりたいことへの挑戦は一番怖いたくさん挑戦してたくさん失敗もすると思いますがその姿も含めて見てほしいですね とコメントしているが、それに対しファンからは、失敗を恐れず、自由に未知の世界に挑戦していく勇気を持った平野さんとナンバーアンダーライン愛の3人にぴったりの香水ですね。平野翔くん、かっこいい。香水のコンセプトにぴったり。挑戦見届けたいです。といった声が多く寄せられている。 ナンバーアンダーラインアイが紹介したアイテムはあっという間に売り切れてしまうのが恒例となりつつあるが、今回もそれは同じだった。平野さんは9月18日に自身のインスタグラムに全身ビトンでコーディネートしたファッションを投稿したところ、いずれも数十万円する高額なアイテムにもかかわらず、彼が着用したものは店頭で即日品切れ状態になったこともありました。 特に26万円のバッグと20万円のパーカーが全サイズ売り切れてしまったというのは驚きですよね。今回のリブレも決して安い買い物ではないのに、多くのフィマす。全室の女性誌ライター。BOG JAPAN の記事公開からわずか5時間後、午前10時の時点でイブ・サンローランの公式通販サイトでは、リブレのフレングランス全5種類のうち、 ナンバーアンダーラインアイがそれぞれ紹介したリブレオーデパルファム、ヘイヤ、リブレオーデパルファムアンタンス、神宮寺、リブレオーデと割れ騎士の3種類は30ミリリットルと50ミリリットルのギレにリブレオーデパルファムのみ展開されている10ミリリットルのミニサイズだけが残る、調子直す状態になっている。リブレは種類ごとに金額に差異はあるが、ヘイヤが紹介した オーデパルファムは 30ml が12,100円、税込み、以下同、50ml が17,600円。ちなみに、完売商品で最も高額だったのは神宮寺が紹介していたアンタンスの 50ml で、価格は19,580円である。今回の爆売れはナンバーアンダーライン愛の圧倒的人気を示したものですが、 ボーグジャパンのサイトのインタビューでの平野さんの香水を語っているところの言葉も、広告的観点からも極めて秀逸だったと考えられます。リブレの紹介文句として100点満点の内容でしたね。全道、ボーグジャパンの紹介で、平野はプライベートでも実家にあり、毎日のように香水を愛用していることが明らかにしているが、彼は、リブレオーデパルファムの香りを熱弁する際、こんな表現をしていた。 これをつけている女性がいたら、俺は百発百中で振り返るし、なんなら一から二歩ついていっちゃうかも、笑い。さらに平野は、オーデパルファムのエレガントでスパイシーな香りが、徐々に濃厚な甘さに変化していくという特徴を。恋愛みたいですね。パッと見は強そうだけれど、恋したら甘い部分を見せてくれる感じ。そんなイメージを自由に想像できるのも、 香水のすごいところだなと思います。と表現したのだ。平野が町中で振り向いてくれるかも、そんな期待を抱かずにはいられない甘い紹介文句に。平野章にそんなこと言われたら顔に決まってるじゃんもう大好き。なんて罪な男平野章などそんなこと言われたらオタクは全員買い占めますがなどなど。爆百発百中。振り返る。 1> 1からついてく平野省からのナンパがセットでついてくる香水ってもしかして1兆円くらいするといった興奮する声が多く寄せられているのだサーバー負荷でログイン待ちになっている間に完売してしまったという今夜の売り文句で争奪戦が激化した可能性もありそうだ街中で振り向いてしまう 恋みたいなイメージの香水、話す人によってはあまりに露骨な宣伝文句のように感じてしまうところもありますが、平野さんの場合は違う。平野さんは天然発言のイメージが強いですが、音楽や自分の好きなものを語るときは嘘偽りなく、本当に心からの言葉で話しますよね。リブレで<こ>文面から危機として香水の話をする平野さんの姿がありありと伝わってくる。だからこそ、 ファンの人々はメロメロになり香水を買いたくなったのでしょう。前室の女性誌ライター。平野効果で街中はオーデパルファムの香りが充満することになる。